武装親衛隊、武装親衛隊、武装親衛隊は国家社会主義ドイツ労働者等の親衛隊における武装組織である。アドルフ・ヒトラーが政権奪取後国家唯一の兵器の保有、携帯を許される組織、ワフェントラジャーデアネーションである国軍の反逆から、あるいは国内の騒乱から自身を守らせるために設けた軍ではなくまた警察でもない。 政治的に信頼できる、新衛隊員からなるナチスの武装部隊である。つまり、国家の軍隊ではなく、党もしくは、ヒトラー個人の士兵である。国防軍とは異なり、基本的に志願兵制であったが、後の外国人義勇兵士団や囚人部隊、また初期から、ある士団でも兵員不足により、半ば強制的に入隊させられる場合もあった。当初、入隊にあたっては、 ヒトラーのゲルマン民族に対する優勢思想やナチズムに基づいて隊員が選ばれ、ユダヤ人、ポーランド人などのひどいつけ異民族や、容姿の劣る者は入隊を許されなかった。親衛隊の指導者であるハインリヒヒムラーが述べたように、武装親衛隊の第一の目標は、ユダヤ人やナチスのイデオロギー上を劣っているとみなされていた人種との戦いであった。もっとも、 兵員の不足した大戦後半には当初の理念に反し外国籍のドイツ系兵士や外国人兵士が半分以上を占めるに至った。戦後になると武装親衛隊はホロコーストや虐殺などの戦争犯罪に携わった犯罪組織であるとみなされるようになった。ニュルンベルク裁判においては武装親衛隊を含む全ての親衛隊組織は反組織であると宣告された。 新衛隊の武装組織の発展は、1933年、ヨーゼフ・リートリヒが指揮する、ヒトラー個人の警護部隊、ラボー・シュタンダーット・ SS ・エイドルフ・ヒトラーに始まり、1935年、パウルハウサーが、新衛隊特務部隊の名称で、部隊編成を許され、テオドール・アイケモ強制収容所監視部隊の、SS ドクロ部隊から1939年に、 SS ドクロ師団を編成する。しかし、第二国軍への身長を有料する陸軍に配慮して1942年まで軍事予算ではなく内務省の警察予算でまかなわれていた。軍事的な発言権を求める新衛隊全国指導者、新衛隊の長官にあたるあるヒムラーは、第二次大戦開戦時でわずか三個連隊の新衛隊特務部隊をポーランド戦に出動させた。 フランスに対象した後、1940年11月上旬に、新衛隊の武装部隊は、新衛隊特務部隊から公式に、武装新衛隊の新しい統一名称のもと、パレードするだけのアスファルト兵士から、実力を伴う野戦部隊として認知された。1943年頃になると戦況が悪化し始め、外国人が応募か徴兵され始めた。 武装親衛隊は特に東ヨーロッパにおける残虐行為に積極的に関わり、ニュルンベルク裁判において犯罪組織として断罪されている。そのため戦後、武装親衛隊退役者は国防軍退役者と異なり軍人年金支給等が拒絶されており、ドイツに泊まった元武装親衛隊交換らを中心に、近年まで武装親衛隊はあくまでも 軍軍人人とととしししてててて行行動動のででああって親衛隊は無関係であるる年金を要求する運動が行われていた国外から一見すると武装親衛隊の退役者は口をつぐんでりに告白することを避けていることからすでに完全に消滅したものと思われている。しかし元来非常に政治的イデオロギーの強い組織であったため各退役者の政治への関心が強く、 旧武装親衛隊員相互扶助協会、ヒュークなどの団体が主催する催しがドイツ中で行われていた。ヒュークは1992年に解散したが、それまでは連邦憲法擁護庁によって監視団体の一つに指定されていた。武装親衛隊の成立にはヒムラーのほか、3人の古参党員がそれぞれに関わっていた。ヒトラーは、 政権獲得の1933年に、新英大中将のゼップ、ヨーゼフの愛称ディートリヒに、首相官邸に立証する英兵や、外国の品格を迎える、議場兵部隊、スタブスウェイク・ベルリン、ベルリン幹部護衛隊を編成することを命じた。選抜の条件は、政権獲得前から党員で、にわかナチスでなく、身長1.80メートル以上、年齢25歳以下。 健康で政治的に信頼できる親衛隊員。同年3月17日に選抜された117名がベルリンに集められヒトラーにのみ忠誠を誓う特別部隊として訓練が開始された SS ゾアンディコマンドベルリン、ベルリン SS 特務隊。この後ヒトラーの立つところには必ず黒色の制服を着た屈強な親衛隊員が見られるようになる。 同年9月3日のナチ党大会にて、同舞台は、エイドルフ・ヒトラー・スタンドルタ、アドルフ・ヒトラー・シュンダルテ、同年11月9日のミュンヘン一期10周年、記念式典で、ラボー・シュタンダーット・エイドルフ・ヒトラー、ライプ・シュタンダルタ・アドルフ・ヒトラー、略号、ラ、翌年1934年4月13日に、最終的に、ラボー・シュタンダーット・ S ・エイドルフ・ヒトラー、 ライプシュタンダルテ・ SS アドルフ・ヒトラー、略号、ルザと命名され、ヒトラーの名を冠した別格のこの絵部隊と広く認、される。このエリート部隊は、総統官邸の衛兵、バク・バタヤン・ベルリンから始まり、1939年に、自動車化不評連隊となり、1942年、SS 総甲的弾兵士団ルザに格上げされ、 1943年には武装新衛隊の中でも最強と言われる第 1SS 装甲師団ルザへ発展する。連隊時代のルザはラインラント進中、オーストリア併合、ポーランド戦、フランス戦において自動車化された利点を発揮して目覚ましい働きを見せた。ラボーシュタンダーットのディエブとは身体、個人を意味し、同様な用法としてラベティスト、 ラボウェイクがある。それぞれ、専属医師、専属ボディーガードと訳せる。本当に、身近な存在を意味する。スタンドルタはナチ党の編成単位である。例えば、SS スタンドルタ、SS スタンドルタと用いられる。連帯相当の兵力規模であるが、陸軍の用語で、また、フランス語からの借用語である、デジャミントを避けている。ドイツ語の持つ、このあたりのニュアンスは、 薄れるが、あえてラボーシュタンダートを訳せば、ヒトラー個人のためのシュタンダルテとなる。ヒトラー個人を警護する部隊としては他に次のものが設けられた。ベルリンの総統艦艇の警備は、バックベターリアンベルリン、ライクスセチャーハイトスティオンスト、ウェイクレジャミント、ヘアが出入り口と区域を分担した。1935年にヒトラーは、陸軍から独立した自由裁量で運用できる。 武装組織である、新英隊特務部隊の編成を陸軍に認めさせる。1936年に退役陸軍中将、パウルハウサーが新英隊特務部隊総監、インスペクターでス・エス・バーフィルングストラパンに、認じられ、彼は指揮官不足を解消するために、新英隊独自の士官学校、フンクエシュルバット t ットを設ける。また、 ナチ党政権への移行の政治的不安定な時期に対処できるように主要都市に設けられた党の治安部隊ポラティッシュ・バーイツチャル・ファトンを整理、新英体特務部隊としてミュンヘンにドイチュラント連隊 SS ・スタンドルタ・ドイチュラントハンブルグにゲルマニア連隊 SS ・スタンドルタ・ゲルマーニアを編成した1938年には併合されたオーストリアのウィーンから出やフューラー隊 SS、スタンドルタ・デア・フューラーが加わる。対戦とともに、フランス国境防衛の予備軍として配置された、デア・フューラー連隊を除く、新鋭隊特務部隊は、ポーランド戦に出陣した。ポーランド戦後の1939年10月に、これら3個の新鋭隊特務部隊が統合され、SS 特務士団が編成され、フランス戦に活躍した。この士団から後に、 ゲルマニア連隊が引き抜かれ、これを核に新しく、ビーキング師団が編成された。このように、SS 特務師団は、武装親衛隊の幹となって、次々と枝葉を広げたと自負している、スタマ・ディビジアン・デア・バファン・ SS。自身も、最終的には、第 2SS 装甲師団ダスライヒにまで発展した。政権獲得後に、反体制派を収容する強制収容所が数多く、建てられ、 テオドール・アイケは、1933年に収容所、監視する、SS ドクロ部隊、SS トテンコフバーバンド、略号、SSTV を立ち上げる、インスペクターであコンセントラーツンスローガーウント、ライターであ SS トテンコフバーバンド、強制収容所総監権、SS ドクロ部隊指揮官。彼は、新天地を求め、SS ドクロ部隊出身者から志願者を募り、SS ドクロ志願を指揮し、 フランス戦を川切りに各地を転戦する。彼は東部戦線のデミアンスク包囲戦で凄まじいまでの活躍を見せる。友軍から切り離され補給は空輸のみという状況にもかかわらず、相手とドクロ師団はわずか一個師団の戦力で旅重なるソ連軍の孔を跳ね返してデミアンスクを見事守り切ることに成功する。相手は白洋騎士鉄十字章を デミアンスク防衛に参加した前将兵が、デミアンスク防衛賞を与えられる。だが1943年2月に相手は、行方不明になった部隊を捜索中に蒸気が撃墜され、戦死する。新衛隊員ではない一般警察官の秩序警察からも志願者が募られ、1939年9月18日、警察手段ポリザイディビジョンが編成され、 翌年のフランス戦に出撃した。警察師団の武装親衛隊への正式な編入は少し遅れて1942年のことである。ルザ、SS ドクロ師団、SS ドクム師団はフランス戦の試練に耐えて1940年に武装親衛隊という統一名称が与えられた。武装親衛隊は兵員の充足については苦労があった。 義務兵役年齢に達した青年男子は居住する軍管区に登録され、一定の比率下陸、海、空の国防三軍に配分されるが、武装親衛隊には徴兵による補充はなく、完全志願制であったので、満17歳になったら武装親衛隊へ志願しよう、のポスターで募集活動する必要があった。初期においては、外見や血統、体力や、 政治的な心情で入隊の可否を決めており、出身階層や学歴は考慮されていなかった。このため戦前に入隊した SS 士官候補生のうち、実に4割が小学校レベルの学校教育しか受けていない者たちであった。武装親衛隊の征服は、体裁が良いと若者には評判で、また、武装親衛隊の入隊期間が義務兵器年限に参入されるので、 兵役負担を軽減するためにも武装親衛隊に志願する若者が多くいた。ノーベル文学小作家、キュンター・グラスは1944年当時17歳で志願し、第 10SS 装甲師団の戦車兵として本土防衛戦を戦ったと告白して世間の字幕を集めた。このような志願制度は結果的には兵役対象者を 武装親衛隊に奪われることになるため、しばしば国防軍陸軍の徴兵部門との圧力を起こした。このため、親衛隊は、決闘基準などの条件を緩和し、ドイツ国籍保持者からの採用を減らして、外国人からも広く薄く志願者を募るようした。また、身体的形質や出自及び政治的思想などよりも、人格、識見、教養などといった個人の内面的な資質を、 重視するようになった。それによって問題を起こさないと見られる外国籍のドイツ系人をはじめ、ゲルマン系のオランダ人、デンマーク人、ベルディー人、ノルウェー人に始まり、ヒゲルマン系のフランス人、スラブ人、さらにはイスラム教徒までも対象を拡大した。このような改革によって九十万人以上といわれる武装親衛隊の総兵力の六十パーセントは外国人部隊であった。 そのような状況であったにもかかわらず、武装親衛隊神話が誠しやかに語り続けられるのは、旺盛な関東精神を示すべき政治的兵士として、優先的に新兵器の供給を受けて戦った、正強な一握りのエリート部隊が、超人的といっても過言ではない戦いぶりを示したゆえである。また師団長以上の将官の戦死者が三十六名。 ほぼ一師団あたり一名と上級幹部であっても、下級将校や歌手官兵らと共に前線に身をさらしたものが多かったことが伺える。例えば第 12SS 総甲師団、ヒトラー有言とは、下級兵士の大半が未成年で、しかも、これがウイジンであるにもかかわらず、カナダ軍の猛攻から、カーンの町を2ヶ月以上死守し、一気に、ノルマンディから内陸に進行する予定だった。 連合軍は、その計画を大きく修正することを余儀なくされている。しかし、その一連の戦いで、同志団は戦死者約4000名、戦傷病者約8000名、初代師団長が戦死2代目も捕虜になるという大損害を被っている。武装親衛隊における一個師団の兵員数が、通常14000名から16000名であるということを考えると、 これを構成する将兵のほとんどが死傷するという、凄まじいものであった。また、ベルリンの戦いで最後まで国会議事堂に立てこもって、戦った部隊は、ノルトラント師団やフランス人の義勇兵たちだった。最後まで戦い抜いた理由の一部は彼らが勇敢だったからだけではなく、ここで降伏しても故国に送還されて反逆者として、処刑されるという絶望感もあったのではないかと思われる。 実際外国人義勇兵の多くは戦後祖国で冷たく扱われ裁判にかけられた。自由フランス軍に引き渡された義勇兵のように処刑された将兵も少なくない。ほぼ全ての武装新兵隊だけでなく義勇師団を含む部隊はドイツ第三帝国の交戦国、特に民間人に対しての様々な戦争犯罪に関与した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。